グリュックスブルク城、フリードリヒカールフェルディナントフォン・ブラウンシュバイク、ボルフェンビュッテル・ベーベルンは、ベルフ家の一員、最後のブラウンシュバイク・ベーベルン公。デンマーク・ノルウェー原水。ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル・ベーベルン公、エルンスト・フェルディナントとエレオノーレ・シャルロッテ・フォン、ケトラーの息子として生まれた。1742年に退位として、オランダ軍に入隊した後、 1745年と1746年の戦役に参戦した。その後はブラウンシュバイク軍に移り、新生ローマ帝国軍にも志願兵として入隊した。おじ、ルートビヒエルンストフォンブラウンシュバイクボルフェンビュッテルの指導でボース氏連隊を率いてオーストリア継承戦争を戦った。アーヘンの和役の後はオランダ軍に戻り、 1754年には少々に昇進した。7年戦争が勃発した後の1756年末にドレスデンに向かい、プロイセン王フリードリヒ2世からザクセンのプリンツクサーバー不評連隊の指揮を委ねられた。しかし、兵士たちが反乱を起こして逃げたため、フリードリヒ2世は彼に責任を問うた。1759年にプロイセン軍から去り、 イギリス軍に入隊した。同年8月1日の民伝の戦いでは、重帝フェルギナントの下で戦った。続いて、デンマーク軍に入隊、1761年に中将に、1762年に、不評親衛隊の指揮官、1764年に、不評軍総監に昇進した。1766年にレンツブルク知事、1773年に、 コッペンハーゲン知事に任命された。1781年、兄のアウグスト・ビルヘルムが死去したため、フリードリヒカール・ビルヘルムは、ブラウンシュバイク・ベイベルンを継承、ブラウンシュバイクにある2つの修道院の院長になった。1782年、元帥に昇進した。また、デンマーク王クリスチャン7世の許可を得て、グリックスブルク城に住居を移した。 1782年10月26日、ナッサウザールブリュッケン公・ビルヘルム・ハインリヒの娘、アンナ・カロリーネと結婚した。1793年、首都ベーベルーンで、旧品基金を創設した。1806年に、ブラウン・シュバイクがナポレオン・ボナパルトの軍勢に占領されると、フリードリヒ・カール・フェルディナントは逃亡してきた、ブラウン・シュバイク・ボルフェンビュッテル公。 カール・ビル・ヘルム・フェルディナントの息子たちを受け入れた。1809年、子供のないまま死去した。これに伴いブラウン・シュバイク・ベイベルン・クゲが断絶。領地は、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルンが回収した。ありがとうございます。